気象庁は今後も2 3時間はは海面の変動が続くとしてて注意を呼び掛けています。気象庁は岩手県の沿岸の津波注意報を解除しましたがこの後も23時間は若干の海面の変動が続くとしています被害に至ることはない高さ20センチ未満の津波ですが念のため海面の変化に注意を呼びかけています地震については午前8時過ぎの本震以降 震度1以上の揺れは観測されていませんが、今後1週間は震度3程度の地震に警戒が必要だとしています。また、今後も東日本大震災の余震活動とみられる強い揺れがまれに起きるとして注意を呼びかけています。